ですけど、まあ、はっきり言いまして、ちょっとね、この第3話の展開予想、もう難しいところなんですよ。なんといってもやっぱりこう、シーズン3のこう要、第3話って中間な。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日は日本テレビと Hulu が共同制作するドラマ、君と世界が終わる日に、シーズン3考察第11回目をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なおこの動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回はシーズン3第3話直前考察ということで、第3話の展開について考察していきます。君セカファンの人はもちろん、ドラマ好き、ゾンビ好きな人にも楽しんでもらえる内容となっておりますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる内容となっておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今日は金曜日ということで、20時から Hulu でシーズン3第3話が公開されますよね。ということで第3話直前考察、展開を予想していきます。まあ、まずは日テレ公式サイトに公開されている第3話の予告動画とストーリーを見て、まあ、新たな情報も分かったので、第3話の抑えるべきポイントについてざっとおさらいしていきたいと思います。まずは、まあ、これ第2話のラストからの続きですけど、轟、まあ、を救うために武器を取って、教団を裏切り、そして教祖に向けて銃を構える響きというところで終わったんですけれども、どうやらその直後もう X がサリートを襲撃するようですね。で、この目的というのが食料なんじゃないかなという情報が公開されてました。で、まあ、映像で子供を人質にとって聖堂に侵入してくる X、 そしてリーダー稲葉の映像もありましたよね。で、その他にはイオリです。素早い身のこなしで X のメンバーに飛びかかるイオリという映像も押さえておくべきポイントですね。そしてついに今回第3話でカイと遭遇する響きたちなんですけれども、これは情報によりますと、サリートに襲撃してきた X のメンバーの中にもカイがいるということで、響きも轟もカナエもカイの姿を目撃するということですね。それでカナエのセリフ、さっきの人は民衆にそっくりだったけどということで、まあ、これは、X がサリートを襲撃して食料を奪って逃走し終わった後、まあ、カナエが振り返って言うセリフだと思います。そしてその後、まあ、昼間のシーンになるんですけれども、ジアンとカイが、野外で対面するようなシーンがありましたよね。で、これおそらくなんですけど、ジアンに銃を向けるカイという映像がすごく気になりましたね。で、まあ、X がサリートを襲撃したことによって、翌日かな、車に乗ってその X の足取りを追いかける響きという感じでしたね。その様子が、まあ、黒い RV 車に乗っている響きの映像が YouTube の動画の予告映像にはありました。で、その後の展開としては、その X の追跡をどうやら坪井が妨害するのじゃないかなって思うんですよね。ということで、戦え間宮ということで、響きと、坪井が剣を交えて対決すると。もうここはもう第3話最大のポイント、見どころなんじゃないかなと思います。それと同時に、サリートを抜け出した柚月と室田が X が乗ってきた車両、まあ、トラックかなんかかな、その荷台かなんかに忍び込んで紛れ込み、 X のアジトまで、柚月が行くというふうな展開になるみたいですね。ということで、予告映像にあった柚月がマシンガンを持ってなんかこう研究施設みたいのを破壊する映像は、あれは、まあ、どうやら X のアジトの、研究施設を破壊しているように思われます。そしてゆずきがくるみと対面して、くるみのセリフですね、彼とは二度と会うつもりはないってところも、まあ、第3話のこうラスト近くの見どころなんじゃないかなと思います。そしてこの予告映像の最後、教祖が鏡に映った顔を見ると、ゴーレム化のこう兆候がわーって現れてて、それに対してこう驚いている表情を見せて、そこにかぶさるセリフ、君の手で全てを終わりにしてくれないかっていうセリフがすごく気になりましたね。これはついに教祖の謎も
インチキだったっていうことか、もしくは本当に感染する力があったけど何かの影響でゴーレムウイルスの進行が進むのか気になるところでしたね。ということで、第3話で明らかになりそうな謎についてもまとめてみました。まずは X が教団を襲う理由は何なのかってことですね。まあ、公式の日テレ公式サイトの横あのストーリー説明では食料を求めていると書いてあるんですけれども、その真相はどうなのかってところが謎ですよね。これ第3話で明らかになってほしいところです。そして海と遭遇した響きたちの反応ですよね。それぞれの反応があると思うんですよ。響きの反応、カナエの反応、そしてジアンの反応っていうね、これ楽しみですよね。ぜひ明らかになってほしいです。そしてですね、気になるところは坪井が X と結託して響きと対決する理由がこれ知りたいですよね。坪井の X に対する恨みがなくなったんであれば、どういうふうにしてなくなるのかっていうのは、もうこれはやっぱりこうよっぽどの理由がないと X のことを許すとは思えないので、これもやっぱり明らかになってほしいですね。そして何といっても会の正体、これも第3話でどこまで真相が明らかになるのか楽しみです。そしてもう一つ気になっているのがイオリの正体ですね。これもこうちょっとずつツイッターとかで、公式のツイッターとかで、明らかになるイオリの正体みたいに書いてあるところもあったので、イオリの過去についてであるとか、その今の動きの目的についてなんかも明らかになったらいいなと思います。あとはくるみが X に必要とされる理由もどうやら第3話で明らかになりそうですね。まあ、私のこれ予想なんですけれども、やはり誰か稲葉ですかねの病気の治療法を探っている、もしくはこう何かこう研究してこういるっていうのがこう X がくるみを必要としている理由なのかなっていうふうに思ってます。そして、まあ、これですね、くるみが響きと合わない理由が一体何なのか、くるみの記憶はなくなってしまったのか、記憶は戻したけれども何か響きに対して会えない、どうしても会えない理由があるのか、これも第3話で明らかになるところだと思います。そして最後の謎は教祖に何が起こったのかってことですね。まあ、私は今のところウイルスに感染しないのはインチキだと思ってるので、まあなんか本当にこうゴーレムに噛まれたりして、うわ俺今まで騙してきたのにゴーレムになってしまうよみたいな感じなのかなっていうのが気になるところです。これも第3話で明らかになってほしいですね。っていうことなんですけど、まあ、はっきり言いまして、ちょっとねこの第3話の展開予想もう難しいところなんですよ。なんといってもやっぱりこうシーズン3のこう要、第3話って中間なので、いろいろこうターニングポイントを迎える重要な話になるのが第3話なんじゃないかなと思うので、もうズバリというですね展開予想っていうのが非常に難しいです。なので私正直なところ今回は一視聴者として、まあ、第3話の展開を楽しみたいところだなと思ってます。なので今日20時に公開される第3話、リアルタイム配信予定しておりますので、ぜひまた皆さんと一緒に第3話楽しみに、視聴したいと思っております。いかがでしたでしょうか。これからも君と世界が終わる日にシーズン3の様々な謎や疑問を解明していきたいと思いますので、皆さんの考えもコメント欄にコメントください。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集していますので、こんな動画が見てみたいとか、君世界のこんな謎を考察してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。